はいどうも、野草研究所の道端つくしです。鬼滅の刃で胡蝶忍さんが体の中に溜め込んでいた毒といえば、そう、不死の毒でしたよね。ということで、世界で一番鬼が怖い私道端つくし、鬼対策に不死の毒を体内に取り込んでいきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。今日は有給を消化しつつ、ある美味しい豆を取りに来ました。それがこちら。じゃーん。これは富士の種でございます。富士といえば、皆さん真っ先に5月に見頃を迎える美しい富士棚を思い浮かべるのではないでしょうか。富士は豆科富士属の鶴星落葉木本で、古くから観賞用に愛されてきましたが、実は日本中の林園で自生しているごく自然の植物です。こんな風に他の高木に巻きついて登り、覆いかぶさって日光を求めるという、他の植物からしたらかなり迷惑な成長の仕方をするので、森を守る人たちからすると、野生の富士は山の荒廃の象徴とさえ言われています。確かにそうやって意識して観察してみると、道に飛び出す勢いで成長していて、生命体としての強さがうかがえますよね。ということで、今日はそんな元気いっぱいの富士の繁殖を少しでも食い止めるべく、こちらの糖化を採取していきましょう。いかにもマメ科の植物ですって見た目をした鞘の形ですね。雨が降ってきてしまいましたが、有給を使ってまで撮影に来ているのです。今日は引き返せません。この糖化は10月以降になるとどんどん硬くなっていって、冬になると乾燥して左右に割れ、周囲に中の種を弾き飛ばして繁殖します。なので、美味しくいただくならまだ硬くなる前の9月がおすすめですね。ということで、本日の取れ高です。早速中のお豆さんを取り出してみましょう。こちらがまだ若い富士の種です。マーブル模様がとても美しいですね。どんどん開けていきましょう。そしてこの富士の種、非常に美味しいのですが、実は有毒です。レクチンという人体にとって有害な配糖体が含まれているので、食べ過ぎると普通にお腹壊します。次の日人間失格になりたくなければ、5粒ぐらいまでに抑えましょう。まあ銀杏とかも食べ過ぎると中毒を起こしますから、似たようなもんですね。それでは持ち帰って調理していきましょう。まずは取ってきた富士の種を煎ります。レクチンは十分に加熱することで無毒化できますから、弱火でじっくりと加熱しておきましょう。火が入ると周りの皮が破けてきますので、つるんと中身を取り出します。これはなかなか癖になる気持ちよさがありますね。ということで、こちらが過食状態になった富士の種です。これだけだと少し寂しいので、今日はこれを茶碗蒸しに入れて食べてみましょう。まずは出汁を取ります。昆布と煮干しを浸して一晩置いたら、弱火でじっくりと旨味を抽出していきます。40分くらいかけて温めたら、沸騰する前に昆布と煮干しは取り出します。そしたら火力を上げて、沸騰したらアクを取り去り、火を止めて鰹節を投下放置します。その間に干し椎茸も戻しておきましょう。続いて具材をカットしていきます。かまぼこはスライスに、蒸し鶏はサイコロ状にしておきましょう。戻した干し椎茸も一口サイズに切っておきます。最後にその辺で三つ葉を摘んできて刻んでおきましょう。それではお出汁が取れたので、こしていきます。キッチンペーパーを使って出汁汁だけ抽出していきましょう。次にボウルへ卵を3個割り入れます。そしたら泡立てないようにそーっと混ぜ、こして滑らかにしておきましょう。最後に干し椎茸の戻し汁とお出汁を合わせて 600cc 計量し、塩小さじ 0.5、砂糖小さじ 0.5、醤油小さじ1を加え、よく混ぜ混ぜしておきます。完成した出汁汁をこした卵液と合わせれば、茶碗蒸しのベースが出来上がりです。さあ、いよいよ総仕上げですね。先ほどカットしておいた蒸し鶏、かまぼこ、干し椎茸を耐熱カップに放り込んでいきましょう。特に順番などは気にせず、適当にぶち込めば OK です。さて、ここで主賓のご登場。富士の種は3粒ずつ入れておきましょう。摘んできた野生の蜜葉も寄生虫が怖いので、一緒に蒸すことにします。最後に出汁と溶し卵で作った卵液をカップの8分目まで注げば準備完了です。それでは蒸していきましょう。我が家ではでかいフライパンの底を上げて蒸し器化していますが、なければお鍋でカップが直接お湯に浸かっても問題ありません。まずは弱火で7分間蒸していきましょう。7分経ったら火を止めて、そのままさらに7分間蒸らせば完成です。
ただきます。だしの旨味が素晴らしいですね。しっかり中まで固まっていますが、喉越しはトゥルントゥルンのままです。ではここで本日の主役である富士の種をいってみましょう。おお、まるでそら豆のようなコクのある強い味わいを感じます。これならそのままいって塩を振るだけでも十分なつまみになりそうです。本当に美味しい食材ですね。しかしネットの情報を見てみますと、やはり5粒以上食べた方の中には気分が悪くなって吐いてしまった、お腹を壊した、鼻血が出たなどの体験談も散見されます。やはり今回のように1回5粒以下に抑えるのが得策のようです。やっぱ毒入りでもうまいわ。この富士の歓迎作用は便秘薬としても利用されてきたとのことで、毒と薬は紙一重とはよく言ったものですよね。ちなみに私つくしは特にお腹が緩くなるとかもなかったです。普段から変わったものを食べ続けていれば体が慣れてくるのかもしれませんね。とはいえ5粒以下ではお腹を満たせませんし、お子様やご高齢の方などは控えた方がいいと思いますので、食用不適格と認定されたのは無理からぬ話ですね。茶碗蒸しに入れてみるというのは正解だったと思います。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。毒入り豆の茶碗蒸しいかがでしたか？くれぐれも自己責任でお願いしますが、味は保証しますので、ご興味ある方はぜひ探してみてください。このチャンネルでは身近に生えていて食べられる自然の食材を使っていろんな料理や実験を繰り広げています。もし面白いと感じていただけたら、今すぐチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。スペシャルサンクスもいただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。